グッドヒュー軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は46,183人であり、2000年の44,127人から4.7%増加した。軍庁所在地はレッドウィング市であり、同軍で人口最大の都市でもある。プレーリーアイランドインディアンコミュニティのほぼすべてが軍内に入っている。 グッドヒュー軍は1853年3月5日に和馬ャ軍から分離して設立された。軍域は1854年に定義され、1855年にもさらに細かく決められた。ミネソタ州では最初の高等教育機関であるハムリン大学はもともとレッドウィング市にあった。1854年に開学されたが、 南北戦争の時に入学者が少なかったので閉鎖された。ハムリン大学は1869年にセントポール市で再度開校された。19世紀半ば、グッドヒュー軍は小麦の生産量が多く国内最大の生産量となった年もあった。軍内の多くの製粉所で引いた小麦をミシシッピ側から運び出した。1880年代に 軍内の製粉所のうち2カ所が火事で焼け、州内を通る鉄道が開通して、近隣の軍でも小麦をミネアポリスの製粉所に送るようになり、20世紀への変わり目には小麦交易における軍の重要性が減退した。州内では最初の市民プールが軍内に作られた。1960年10月、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が橋の開通式のために、 グッドヒュー軍を訪れた。そのハイアワサ橋は、1895年以降、ミシシッピ側にかかっていた、オールドハイ橋に変わるものだった。この訪問時には2万人の監修を集めた。アイゼンハワーは、この訪問が翌月に控えた選挙に役立ち、リチャード・ニクソン候補に、ミネソタ州民の票を集めてくれることを期待していた。しかし、ミネソタ州の開票結果は、ジョン・カイ・ケネディに勝たせ、 次期大統領に進ませることになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は780.44平方マイルであり、このうち陸地758.27平方マイル、水域は22.17平方マイルで、水域率は2.84%である。グッドヒュー軍には16の湖があり、そのうち一つは隣接するダコタ軍にも一部が、 入っている人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペピンコこれらの都市はワワシャ軍にもまたがっているデニソン市の小部分がライス軍にパインアイランド市の小部分がオルムステッド軍にも入っている。ありがとうございます。